ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。炎上したりアクアテイラーズが謝罪したりしましたけど、ようやく新品が届きました。日本一リオバクトサージを紹介しているのではないでしょうか。噛み合ったリオバクトサージ S723円、他は0円でした。この2つのサイズも値段払おうと思ったんですけど、やや迷惑かけたんで、もう無料でいいですよってことだったんで、お言葉に甘えて S サイズだけ支払ってきました。 SL、XL の3サイズがあります。 S サイズだけ723円で購入しています。リオバクトサージスポンジフィルター S、L、XL、淡水海水同様、大量のろ過バクテリアで有機物の汚れを分解。ろ過バクテリアがスポンジ露材全体に繁殖、水と酸素が全体に行き渡る構造。使用前に本製品をバケツに入れ、水道水につけてスポンジ露材を軽く押し洗いし、スポンジ露材内の空気をできるだけ抜いておきます。本製品を水槽内に設置し、台形フランジの上にあるエア接続口にエアチューブの片方を接続し、他方をエアポンプの突出口に接続してご使用ください。水深が浅く突出パイプ先端が水面から露出している場合は、通水量が低下する恐れがあります。その場合はパイプを塩ビをノコギリなどで適切な長さにカットして調整してください。エアポンプを水面よりも低い場所に設置する場合は、必ずエアポンプと本製品の間に逆流防止弁などを接続してください。スポンジ露材は半年から1年を目安に交換してください。ここに隙間が出るとろ過能力が著しく低下します。赤文字で要交換と書いてます。台形フランジ&スポンジ露材側面のスリットが浅い仕様で、飼育水と酸素が無駄なくスポンジ露材全体に行き渡り、大量に定着したろ過バクテリアの活性が向上。目の細かい連続タコイススポンジが大きな表面積を確保。柔軟性の高いスポンジなので、押し洗いすることで内部に溜まった汚れを効果的に排出可能。オプションのロング突出バイル別売りを使うことで、通水量を増やしつつ水槽内の水量を弱めることは可能。水量を好まない魚種、メダカ、金魚、ベダ、ディスカスなどに設置しやすく使いやすいスタンド式、小さい消費電力でエアレーションを利用してろ過が行えるので、効率的かつ経済的。各サイズ違う突出パイプ、長さ 70mm、 台形フランジ、ファイ81、エア突出口、スポンジ土台、エア通水チャンパー、台形フランジ、下ファイ81、土台。こちらはホームページでも全て確認することができます。本製品各サイズと適合目安ということで、 S は5から40リットル、 L は20から70リットル、 XL は50から200リットル、エア突出量の目安は 0.5から2リットル、 1から4リットル、 3から8リットル毎分と書いてますんで、 XL は大突出量にも対応しております。飼育水中の有機物の汚れは、寄生虫の発生や水中を浮遊する細菌増殖によって漁病の元になるだけでなく、魚の粘膜過剰分泌による痩せ、ヒレの身長阻害の原因にもなると考えられています。本製品は有機物の汚れを分解する細菌ろ過バクテリアをスポンジ露材全体に大量に定着させ、エアレーションによって十分な酸素を含んだ飼育水を偏りなく通水させることで、高い浄化能力を発揮し、水中に浮遊する細菌を少なく維持します。水中に浮遊する菌を減らす効果ということで、棒グラフが載ってます。10週と12週間後が載ってます。本製品の方がより減ってます。つまり12週間使えってことか。本製品はろ過バクテリアは付着してません。淡水で1から2ヶ月、海水で3から4ヶ月時間かかります。完全に生物ろ過の考え方ですね。原産国台湾。こちらは神畑から出ております。前 TDS1400 ぐらい、赤虫が外側にも内部にも湧いてめちゃくちゃ臭かったんですよ。あれぐらい放置すれば、このグラフのように菌が減るのかもしれない。こういう考え方と、あとは私みたいに水道水、まあ飼育水でもいいですけど、それで定期的にフィルター洗って、そういった菌を減らしながら管理するっていう2通りの考え方があるんですよ。で、髪型の考え方は正しいとされ、最近言われているその水道水で洗うとか、そういったやり方は非常に愚かであるっていう風に思われていて、でこの商品はその時間かけて水作りますよっていう商品なんで、今すぐ水作るんだっていう場合は合わないと思います。時間がかかるという、そういうフィルター。チョイス賢いなと思ったのが、水槽を仕切ることができるセパレーター式のスポンジフィルター出したじゃないですか。あれ細め、中め、粗め、3通り出したんですよ。いろんなユーザーがいるからね。だからあのチョイスは結構売れてるんだけど、髪型に関してはやっぱりもう髪型の考えが一番正しいって考えるんですよ。だから細めしか出さないじゃないですか。押し洗いすれば中の汚れが出ますって言ったけど、あれめちゃくちゃ出てなかったんですよ、あれ。もうすごい汚くてね、説明文どう書いてるのかなと思って気になったんですけど、もうこうやって揉んでもですね、もう赤虫内部にいるし、あの検証の後普通に水槽の中に赤虫たくさんあったんですよ。で全然内部の汚れ取れてないなっていうのと、何ヶ月もかけて水を作りたいユーザーはめちゃくちゃいいと思うんだけど、フィルターをヘドロ化させたくないっていうユーザーには合わないと思います。まあ、それ前提でちょっと見ていただければ。考え方がね、直接入ってるんかい直接入ってるんかい。これ S サイズです。
高さ7センチ、直径 1.8センチ。前回ちょっと汚すぎて内部見れなかったんで、この内部の感じを見ようと思います。全部直接入ってる。 XL だけ太くて長いです。形状の違いはない。全部真ん中に切れ込みがあります。やはりあのデモ機と同じか。 XL の半分の高さの L、 L サイズの半分の高さの S という、スポンジの高さがそれぞれ違うという。土台を全て外すことができます。 S と L を重ねてみました。若干土台に違いがあります。 L と XL を合わせると XL の方が少し大きいです。これ変わらない。 S サイズは 173g です。 L サイズは 216.5g です。 XL は 459.5g。 やっぱりね、軽いんですよ。回顧道の 60cm 用はこのスポンジよりもちょっと小さいぐらい、それで 450g あるんで、この L サイズが250ぐらいしかないということで半分ぐらいじゃないですか。粗めのスポンジだとすぐ水を吸い込むんですよ。だからスポンジの浮力ってのも高いままではない。最初はこれ高いんですけど、これで細めのスポンジなんで結構浸透するのに時間かかるんですよね。このスポンジ大きいじゃないですか。で、土台軽いじゃないですか。で、どういうことが起きるのかっていうと、安定しないんですよね。髪型としては 1,2 ヶ月かけて水を作ることを前提にしているので、まあ 1,2 ヶ月も入れとけばさすがにもう内部に水は浸透するんで大丈夫なんですけど、本体の安定感あまり重視していないんですよね。生物ろ過的な考え方をしているメーカーなんで、俺みたいな考え方している人にとっては気に食わねえなという、そういうろ過器でございます。台形フランジっていうだけあって、ここでかいです。で、ここの隙間、例えばこういう風になったらもうろ過能力はないと。下の台形フランジとスポンジがしっかり密着していることが前提だし、真油のスポンジフィルターとも違う、そして回顧道とも違って、この台形フランジってのは面白いなと思うんですよ。土台が軽いというのが残念ですね。 L サイズだと筒が2つ、で、この台形フランジが上と下、これもこうちょっと回転させれば取れます。これ全然硬くないです。で、空気の通り道に工夫があるんじゃないかって言ってたんですけど、いや特に感じないですね。特に、穴も2つ開いてますし、 XL です。めちゃくちゃでかい。こんなでかいの見たことないです。8リットル毎分に対応しているのでとてもでかい。内部構造見たいですってコメント来たんですけど、全然普通ですよね。この直径が広いことで泡のぶつかりが軽減されて音が小さくなってるのかもしれないですね。 S サイズは1個です。これも特に工夫はないです。同じ弾力は悪くないです。ここに跡がつかないですよね。品質の悪いやつってここに跡つくんですけど、ただめちゃくちゃいいかって言われたらうーんって感じなんですよ。 1,2 ヶ月以上かかるっていうスポンジなんで、もうちょっと弾力のいいものにした方がいいんじゃないかなと思うんですけど、 L サイズちょっと硬いな。これも悪くはないんですけどね、めちゃくちゃいいかって言われたらちょっと首をかしげたくなるかなっていう。まあ、XL は8リッター対応ですけど、こんなめちゃくちゃでかいんですよ。ギュッてできないぐらい硬い。もうすでに硬いってことは水が行き渡りにくいと思うんですよ。弾力のあるスポンジではないんでね、ずっと水に入れたらもっと硬くなるだろうし、例えばここだけね、外側粗め、真ん中細めみたいな感じでもよかったのかな。細めを採用したい場合はインペラーを搭載した機器ならばいける可能性はあるんだけど、エアリフト式なんでやはり限界があると思うんですよね。台形フランジにしても内部に酸素に行き渡らない層ってのはできて、嫌気性バクテリアが湧いて前開封した時みたいな、あのうくせっていうね、ああいう感じになると思うんで、あのアクアショップ前のあのコメントで生態売ってるところあまり状態良くないっていうのが来たんですよ。だから私は髪型で買わないみたいなのが、ショップ店員の方だったかなんか忘れたけど来てて、やっぱりあれだけね、その汚れた水で生態買うっていうのは、確かにアンモニア硝酸硝酸を低いレベルにはできて、脱窒も転み脱窒もできると思うんだけど、リスクは大きいんですよね。あれ、昔で知識は止まってるんですよ。昔の水道水は確かに塩素が高かったしレベルも低かったんで、まあ、水道水で洗うのは危険なんだけど、今ほとんどもう全国的にレベル上がって塩素レベルも低いんですよ。だから水道水使ってスポンジをもみ洗いしたとしても、バクテリアは数十パーセント死ぬけど完全に殺すことはできないですよね。確かなんかのあれで論文で発表されたと思いますけど、だから私はもう水道水で一切もう中和剤使わずに魚飼ってますって方前来てて、で普通にめちゃくちゃ元気なんですよ。私はね、中和剤の動画出すじゃないですか。で、ウキさんもう中和剤なんかいりませんよって、私の水槽もう全然中和せずにこんだけ変えてますみたいなのが来て、まあ、地域によっては本当にできるんだけど、まあ、全国的な厳しい、あの少しでも塩素あると弱い生物がいるんで軽気は抜いた方がいいと思うんですけど、だけどその水道水で普通に洗ってもいいと思うし、もしくは水道水を中和した水でガシガシ洗ってもいいと思うんだけど、このメーカーはそういう考えではないんですよね。未だにそのヘドロ化させてその生態を飼うということをしてるんで、だからまあこういう硬いスポンジができる。メーカーによってそのろ過の考え方って違うんで、それに合わせてフィルターってのができてるんですよ。だから自分の考えとメーカーの考えが合ってるならば、それを選択すればストレスなく管理できると思います。
私はこれめちゃくちゃストレス感じますけどね。今回2リットルと 6.5 リットル毎分で見ます。 SL、XL です。今音を聞いてもらいましたが、前回のフィルターに比べて音がうるさいです。やはり馴染まないと音は静かにならない、そういうパターンでした。高い音ではないんですけど、泡のボコボコした音がしっかり聞こえます。真ん中が S サイズです。 6.5リットル毎分、推奨突出量ではないんですけど、一応使えてはいるんですよ。出てくる泡がまあでかいじゃでかいんだけど、普通のやつね、ものすごい高いポコ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 って音が鳴るんだけど、これ低いポコポコ音なんですよ。これだと水槽でこれぐらいやっちゃうとね、もう泡だらけで魚鑑賞できないんで、まあトロ船とか一番小さくても一応大凸槽には対応してました。2リットルぐらいにすると、2リットルにしても出てくる泡がでかいんですよね。だから水面は結構揺れるので、酸素はちゃんと入ると思います。内部にアーストが組み込まれていたとしても、この上の部分のパーツが十字バッテンになってるんですよ。細かいエアーが出るエアストーンを使ったとしても、上の接続口のところで泡同士がぶつかって出てくる泡が大きくなるんですよ。だけれども最初からでかい泡になっちゃうと、こんな感じででかい泡が出ちゃうんだけど、細かいエアストーンを使えばもうちょっと泡を細かくできるので、より振動を抑えることができて、魚のストレスも軽減できるという。でかいサイズに関しては少し振動してたんですよね。この本体がカタ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 動いて振動音が発生していた。なぜかというと、スポンジがでかいのに対して土台が軽いから。私はやはり回鼓動の方が好きです。ご視聴ありがとうございました。バイ。